19日、ご通行中の皆様、トルコにクルド労働者党というテロ組織があるのをご存知でしょうか。今年に入ってからですね、トルコの内務省の入り口に車を乗り付け自爆テロをしたりですね、8月にトルコ空軍に拠点をミサイル攻撃されたテロ組織というよりも反乱軍みたいな組織がありまして、クルド労働者党というんですけれども、川口にもクルド人が3000人ぐらいおりまして、その中のクルド文化協会という団体があるんですけれども、そこがですね、集めた寄付金をクルド労働者党に送金した件で、トルコ政府にテロ支援組織に指定されました。川口に外国政府からテロ支援組織に指定された団体が今でも普通に暮らしているというのは怖いですよね。財産凍結もされたそうであります。和田政宗参議院議員という方がおるんですけれども、この方、日本クルド友好議連というのに所属しておりまして、テロ支援組織に指定されたクルド文化国協会とも付き合いがあるようであります。トルコ政府はクルド文化協会をテロ支援組織に指定したが、日本政府はテロ支援組織に指定していないから政府みたいなむちゃくちゃな擁護をしておりました。どう考えてもですね、テロ組織に関してはトルコ政府の方が日本政府よりもはるかに情報を持っております。いわばテロ組織のクルド労働者党の専門家であります。その専門家はですね、川口のクルド文化協会はテロ支援組織だと言っているのにですね、情報をはるかに持っていない日本政府がそう言っていないから政府というのはおかしいと思いませんか。まるでですね、税理士がこれ脱税だよねって言ってるのにもかかわらず、税理士でもなんでもない隣のおっさんが政府と言ってるから政府、こんなことを和田政宗参議は言ってるんですよ。医者がですね、これは大丈夫ですね、言ってるのに隣のおっさんがダメって言ってるからダメ、こんなことを和田政宗参議院議員は言ってます。クルド人と仲良くしても票にはなりませんから、よっぽどクルド人とのお付き合いはお金になるんでしょうか。私にはそう思えてなりません。和田政宗参議院、今後どういうことをしでかすか、ますます要監視と思います。